はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日は大物こちらですね。うん、ベイブレードマストのデュアルサイクロンベイスタジアムデラックスセットです。2016年10月22日本日発売の新しいベイスタジアム買ってきましたね。はい、2つのサイクロン、うん、電動で動くサイクロンがあって、うん、青いやつだと加速、うん、赤いやつだと軌道変更するみたいですね。お、それとこのセットにはファングフェンリル BJ、 このベイがついてますね。はい、はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、はい、入った。どうしよう。あ、まさにこう入ってるんだね。なるほど。じゃあちょっと組み立てていきましょう。はい、はい、ということで組み立て終わりました。このような感じですね。ここがこういう風にただはまってるだけ。うん、うん、ちなみに単三電池3本で駆動しますね。はい、エイシン君、じゃあスイッチ入れてみてください。はい、スイッチオン。お、回る回る。お、回る回る。すげえ。お。おもろい。はい、そしてこちらが付属していたベイですね。ファングフェンリル。ブーストチャギ。ですね。はい。じゃあセットしましょう。はい。はい。ちょっと柔らかめだね。うん。これはなんかすぐバーストしちゃいそうな感じ。うん。ただデザインとしてはかっこいいかな。そうだね。うん。ちょっとステッカーが独特しいけどね。確かに。うん、波打つようなデザインになってますね。はい、あとこちら付属してましたね、プロトランチャーとプロトワインダーですね。はい、すごいちっちゃいね。うん、こんな感じでも、すごい下の回転がすごいね、これね。すごいわ、あれ。うん、じゃあアングル変えてシュートしていきましょう。はい、はい、ではまず普通にシュートしてみましょうか。はい、ファングフェンリルでね。はい、3、2、1、ゴーシュー。あっと、なるほどね。じゃあ次にこのサイクロンスタジアムを回した状態でシュートしてみましょう。はい、いきますよ。はい、3、2、1、ゴーシュー。どうなるのかな。おーおーおー、あ、行ったね。なるほどなるほど。ビクトリーバルキリーブーストバリアブル超覚醒。わかった。で、プロトランチャーでいきます。はい、じゃあスイッチオンにしてください。スイッチオン。よし、行くぞ。はい、3、2、1、ゴーシュー。おー、これ、真ん中に行かなきゃ意味ないんです。真ん中に行かない。あ、でも、あ、来た、来た。お、お、お、負けた。3、2、1、ゴーシュー。お、すごい不規則だな、やっぱり。おい、3、2、1、ゴーシュー。おお、いい感じに。確かにこれ今まで当たんなかったもんね。当たるようになったかも。おー、またかったよ。ベイ交換して、私がファングフェンリル、姉ちゃんがビクトリーバッキー。3、2、1、ゴーシュー。おー、すごいすごい。おーっと、跳ねてる。姉ちゃんのビクトリーバッキー覚醒してるから、すごい。おお、でもダメだったよ。3、2、1、ゴーシュー。おっとっとっと、痛い。おお、また怖かった。3、2、1、ゴーシュー。おお、フィニッシュ。じゃあパパ、ノバネプチューンバーチカルトランスに変えます。はい、エイちゃんはミノボロス、オーバルクエイク。あ、はいはい、懐かしい。3、2、1、ゴーシュー。やっぱ壁打ちになってるね。おっと、跳ねた。あー、負けた。3、2、1、ゴーシュー。おっと、どうだ。おい、おお、いい感じに使ってる。おい、じゃあパパはミノボロス、オバルクエイクに変える。はい、じゃあエイちゃんがストーンスプリガン、ナックルユナイト。はい、3、2、1、ゴーシュー。おっ、あー、やっぱり結構ガリ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 してる。あ、ジタバタ動いちゃうな。おお、ストーンスプリガン、3、2、1、ゴーシュー。おお、3、2、1、ゴーシュー。
はい、ということで今回はベイブレードバーストのデュアルサイクロンベイスタジアムデラックスセットでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価をお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、ちょっとマイチャンネルは Twitter、Facebook ページ、Instagram をやってますので